崩れた城壁から乗り込むプロイセン軍の兵士たち、ロイテンの戦いは、7年戦争中の海戦、フリードリヒ大様式のプロイセン軍が、オーストリア軍を撃破した。先のロスバッハの戦いと合わせて、軍事史上注目される戦い、1757年11月5日のロスバッハの戦いにおいて西方からの脅威を現実させた、プロイセン軍は、 オーストリア軍を撃破するため間髪入れずシュレージエンに移動した。その頃シュレージエンではダウンの貢献のもとに皇帝カール公使率いるオーストリア軍がブレスラウの戦いに勝利してシュレージエン防衛を任されていたブラウンシュバイクベイベルン公アウグストビルヘルムを捕虜としブレスラウを制圧した。そのすぐ後にブレスラウ近郊に到着したフリードリヒ大王軍は ベーベルン軍の残存部隊を収容の後、オーストリア軍に決戦を求めた。ダウンは、この戦争での彼の戦法が常にそうだったように、丘の上に陣取って、相手の攻撃を待つことを主張した。しかし倍近い兵力を有しながら、ドケミに回ることを、カール公使は拒否し、フリードリヒ大王に応じて、決戦のため、ブレスラウ西方、ロイテンに進出した。ブレスラウに向かう街道が、 東西に走っており、オーストリア軍はこれを分断するように南北方向に細長く布陣した。プロイセン軍もこれに合わせるように西から戦場に侵入したが、これは陽動であった。フリードリヒ大王はここで有名な社交戦術を行使した。プロイセン軍はオーストリア軍の展開した不評の応対に正面から攻撃すると見せかけながら、実はオーストリア軍左翼側面。 すなわち南側に回り込もうとしていた。まず、プロイセン機兵隊がオーストリア軍左翼機兵隊を交代させ、さらに後方に回り込んだ。ついで、見事に射行を成功させた、不評隊がオーストリア軍側面に一斉射撃を繰り返しながら前進し、さらには銃剣突撃を観光した。ダウンは、急いで自軍の戦列を回転させて、南に正面を向けようとしたが、 事前に訓練を受けていないオーストリア兵にそのようなことをさせるのは無理があった。今や後方となった右翼の騎兵隊を南西に動かしてプロイセン左翼側面の攻撃を図ったがこれもプロイセン左翼部隊によって阻止された。かつての戦列中央部分までがプロイセン軍に崩されるに及んでオーストリア軍は敗走した。オーストリア軍は ブレスラウに退いた後、メーレンに退却し、プロイセン軍は北のロシア軍を気にしつつ、メーレンに進出して、さらなる打撃をオーストリア軍に与えようとした。しかし、カール公使が退任して、正式に指揮官となったダウンは、徹底的に決戦を忌避して、フリードリヒ大王に付け入る隙を与えなかった。そのうちに、ロシア軍がポンメルン深く侵入してきたため、 フリードリヒ大王は北転して、これの撃破に向かった。この戦いというよりも、ロスバッハの戦いから合わせた一連の軌道は、後の軍人たちに高く評価されている。ナポレオンはこれを模範的な動員と決断と叩いた。ありがとうございます。